めっちゃ下手な時はめっちゃ下手なんですけど、ちょっとなんか奇跡起きないかなって、ちょっと1位を目指して頑張りたいと思います。でもなんかこの時間ガチっぽい人めっちゃいそうだな。始まりました、え、待って、ちょっと待って、あ、やばい、ちょっと今日はペースが速いやつですね、ちょっと、あ、やばい、本当にやばい、ちょっと順調に増え始めてる。先に消しますね、一回。あ、やばい、ちょっと今日はダメな日ですね。あ、やばいあれ、ちょっと欲しいやつ全然来ない日だ今日。奇跡は間に合わないだろう、ちょっと本当に今日やばいですね、欲しいやつが全然来ない日ですね、今日は。あ、やばい、ちょっとこのブッて音がやばいよっていうサインです。聞こえるのかな、あ、ちょっとやばい、本当に笑えないぐらいやばいですね今日。え、なんか全然欲しいのが来ない今日。ちょっと待ってください、私はちょっと本当にちょっと今日初めてやるからガチなんですよ。あー、やばい、なんかテトリスのなんか技とか全然知らなくて、私はなんかただ趣味でテトリスやってるだけなんですけど、あー、ちょっとやばい、難しい、真剣になると黙っちゃう。もういいや、やばい、めっちゃ穴開いてる、やばい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 、ダメですね今日、全然できない。ガチすぎて黙っちゃう。これめっちゃテトリス上手い人とか見てたら下手じゃんって思われるんですかね。あ、やばい、テトリスガチ勢の人とか見てますか？やばい、やばい、何してるんだろう。あ、やばい、とりあえず今50人は超えました。でも50人の壁はダメですね、やばすぎる。なんかゲーム配信してる人ってすごいですよね、これを面白くできるのすごくないですか。ガチすぎて黙っちゃうもん。どうしよう、
なんか最近アンジャッシュさんのあの小島さんの YouTube を見てて、あの小島さんってなんか麻雀協会のプロみたいな。あ、待って、喋りながらやってたらミスっちゃった、最悪で。なんかちょっと一回ちょっと軌道修正しますね。一回ガチになります。え、今とりあえず25位のところまで来ました。やばい。今なんかガチ勢に追われてます。え、どうしよう。今15位。やばい。あっ13位でした。ちょっと画面見せれないんですけど、わかんない、すごいのかわかんないテトリスしてますって打ちますね。テトリスしてます。でもなんか初めてそのテトリス9位のやつをやったとき、99のやつやったときに、最初はとりあえずなんか15位以内に入ったら喋りながらちょっと画面見て、1回だけ、最後の1回なんか私配信の方が あやかってちょっと頑張ります。一回消そう。テトリス、いいですね。ダメかもしれない。どうしたらいいですか。切っちゃった。
が薄い。全く伝わらなかった。なんか画面見せたらバンされちゃうんですよね確か。わかんないけどね。ちょっと1位を見せたかったですね私も。ちょっと1位の景色をちょっと見せたかった。テトリスのその画面をスクショしたんですよ前。スクショ写真撮ったんですけど、あの結果の画面を。でもちょっと人の名前隠すのめんどくさいっていうか難しくて、めっちゃやめました。一人でやってる時は超静かに、なんかもうはいみたいな出ますね。そう、メンバーとやったらいいんだ。そっか、ちょっと池田さんとかにちょっと話しても、池田さんなんかテトリスそんなやったことないって言ってました。なんかどうやってやるのって言ってました多分。だからちょっとダメですね。え、ちまさん週末のトーク会出たんですか。え知らない私それを。あれ、でも池田さん頭いいからできそう、すぐに。11時から12時。え、前回と一緒ですか。なんか私聞いたんですよ。でもなんかその時なんか決まってなくて、まだわかんないって言われちゃった。9時半に詳細が発表されました。見たい。え、前回と同じ時間ですか。前回は遅かった。あ、そうなんだ、違うんだ。え、何部ですか。部で言うと普通の握手会の時と同じ部ってことですか。部が書いてない。私こういうのすぐちょっと他のメンバー気になっちゃうんですよね。え、池田さん、池田さん何時ですか。自分で調べればいいんですけど、ちょっと池田さん何時ですか。スイッチってなんかあれがないんですよね。え、一番早いんだ。一番早いんですね。なるほど。あ、池田さん6時半。ああ、会えない。会えないかな、わかんないけど。遠いですね、めっちゃ。え、リカさん7時。すごいですね、私が知りたかった情報を素早く。何も言っていないのに。すごいですね、すごい。皆さん訓練されてますね。みんな来れますか。ちょっとじゃあ池田レーン、あ、リカさんのレーンに並びたい。あ、池田さんが一番遅いの。あ、じゃあ調べれないんですよ。配信止まっていいんだったら調べられますけど。リカさん一番ラスト。ああ、はあ、まあいいや。まあいい、うん。私リカさんと同じ時間に握手会やったことあんまないんですよ多分。 AKB さんの方はたまにあるけど、全く同じ部は多分あん、ま、今まで あったのかな。ヘイプモータンが11時から。次は誰が知りたいですか。すごい、みんながすごい訓練されている。私じゃあ12時に終わるってことですか。私12時までってことですか。じゃあ12時から7時までご飯食べてればいいってことですか。キャも一番最後。ああれですね、恒例の9期大人組の中でフさんだけ早くて、あとはみんな遅いやつですね。あ、じゃあテトリスやって待ってますね私。嘘です。
すごい、みんなみんなだって今気づきました、私何も言ってないんですよ。池田さん何時ですかっつって、一回はあの私はあくまで池田楓さんののことしか言ってないんですよ。でもあの何も言わず何も言わずとも、中坂ココちゃんも7時から、あれあれあれ、なんか私早起きめっちゃ苦手なんですけど、私早起きめちゃくちゃ苦手なのにいつもこういうの大体一番なんですよ。なんでですか、なんか私が訓練されているのかな、絶対に一番早いですよ私。なんでですか、なんか集合時間絶対一番最初なんですよいつも。なんか若手メンバーって言ってるけど、中坂さんも若手ですよ。年齢順にしません、いやでもダメだな、会場がスカイエキスポの場合は朝一節ワンチャン。なんか前回のオンライントーク会もリカさんめっちゃ早くて、私めっちゃ遅かったんですよ。でなんか初めて SK の握手会でこんなに遅い時間にいると思って感動して、私はあ遅い時間に定着するのかなって思ったら普通に早いやつでしたね。うん、あれね、ゾウさんが悲しんでます、かわいそうに。そう、前回は私が珍しい時間でした。ピエンコやってパオンですね。まあいいです、いいんです、いいんですよ別に。朝一の部めっちゃ多くないですか朝配信はしません、夜に配信します。空気はひなぴよふさん、ひなあやん、えなたももた、ああ、もうねダメなんですよ私朝本当にダメ。なんかあちょっと今ちょっとやばいこと言ってたからやめますね。どうやって時間決めてるんだろう、確かに誰が決めてるんですか。怒ってないですよ別にでも私本当に朝めっちゃ顔むくむしたんですよ、顔むくむ、白いカフェラテ、サイコロ、偉い人、偉い人になりたくない、くじ、あみだくじ、鉛筆、コロコロ、やだ朝9時定着、うん、朝9時の女の実績を買われたのでは、いや私なんか12周年で2日連続朝9時っていう人が私しかいなかったんですよ。でなんかめっちゃ実は集合早くて、なんか先輩もなんですけどめちゃくちゃ早くて、でなんか髪の毛とかしてる時にあの
ちかこさんに話しかけられて、なんか朝9時からの開演ってどれだけ時間あるって聞かれて、なんかこれぐらいでしたみたいな話したんですけど、私なんかそういうあんまりなんか先輩にそういう感じのこと聞かれることないから、なんかすごい新鮮でした。選ばれた朝の川島、だからなんか先輩も私がその朝9時に出てるの知ってると思わなくてびっくりしたんですけど、そう経験者、朝顔ってことですか、私朝顔、朝顔キャラ。早起きで健康的だね。そうですね。え、でも今気づいたんですけど、朝9時ってことは帰りが早いってことじゃないですか、単純に。そしたら服買いに行ける？いやいや、え、でもな、まあ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 、歩こっかな。いや、嘘です、会場まで歩いた方が遠いわすげえの、なんかしかも朝っぽくないじゃないですか、別に。朝っぽい人って誰って言われたら、まあ誰、モータンとか、モータンは朝っぽいし、あとなんかゆずぽさんも朝っぽいじゃないですか。なんか朝に見たらすごく元気が出る。でもちょっと私別に朝っぽくないじゃないですか。なんかどっちかというと、なんか夕方ぐらいに多分会ってちょうどいい人なんですよ。え、ちょっとそういうキャラをちょっと定着させていきたいと思います。朝配信してる人は基本朝っぽい。そう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 。え、でも青海さんは夜ってイメージ。でもフさんは確かに、フさんは確かに、そう、なんかももたんとか中坂とかあたりがやっぱ朝のイメージありますよね。倉島さんとか、そう、若い子は朝から元気、確かにココちゃん、確かにココちゃん、でもココちゃんは、ココちゃんも、ココちゃんは朝眠たそうに来るのが可愛い。花野さんは若いですよ、めちゃくちゃ。アナンちゃんめちゃくちゃ朝のイメージあると今思いましたアナンちゃんほんと可愛い。おはようございます、あれ、ね、朝のニュース番組、おはようございます、10月26日月曜日、現在の時刻は9時を指しました こっちゃんも一番遅い部、いいな。なんか別にあれなんですよ、別にイカさんと同じ部だったらまあなんか嬉しいけど、まあ違う部でもいいんですけど、なんかいや、なんでもないです。ちょっと今めっちゃ重いこと言いそうになった、危ない危ない。9時58分、なんだっけ、ズバみたいなやつ。今回はアトラクションできなさそう。確かに。ももたんとじゃあうのします、私は。
ももたんとうのしますね。冬さんと目覚ましテレビ。今日の天気をお伝えします。日中はなんとかかんとか。善悪券はいつ使えるかな。確かに。でもあ、ちょっと時間がなかったの、ごめんなさい。テトリスしてる場合じゃなかった。ということで皆さん、今日もショールームを見てくださってありがとうございました。実は川島さんの目はすごく乾燥しています。おやすみなさい。バイバイ。